皆さんこんにちは発明推進協会田中です本日は知財人材育成の課題その第2回目として中小企業の抱える経営課題の解決に貢献する知財活動の例というタイトルでお話をさせていただきます第1回目にお話をいたしましたけれども知財分野の 人材育成教育成教どうあるべきかというその原点に企業が抱える経営課題の解決そのために知財教育をするんですよということをお話をしましたけれどもいや経営課題を解決するのに貢献してくれるんだったら知財教育も重要だねということで企業の経営者が前向きに取り組んでいただけるのかなというところで特に強調したところです。その具体的な例ですけれども まず最初に株式会社ナベルという事例をお話をいたしますが1979年から鶏卵事業に参入をした卵のの選別機械の専業メーカーカもともとはアメリカの某企業の開発成果である卵の選別装置であったと思います。これはそのの当時の アメリカ企業の特許出願等を分析すればより細かな分析説明ができると思いますけれどもこのナベルが参入したのは1979年技術シーズは海外から持ってきていると思いますただしちょうど1979年頃から自らの特許出願をするようになっていますこれは基本的な技術をもとにしてより質の良い,い 新しい機能を備えた、しかもコストがかからないようなこの卵の選別機械を作ってきたわけですがその改良技術というのはこの機械を使ってくださるお客様が欲しいと思っている機能あるいはニーズこれに応えるような改良技術をたくさんやっていったわけです。数で見ると毎年20件ほどの特許出願が出されていました。 これまでに330数件の特許出願がなされていますけれども特許だけでなく衣装でも12件商標では37件の知財関連の出願ということでとても知財に力を入れた企業の例です。最初お話ししたように海外かららの技術シーズを使ってていいるるがゆえにに大変な危険にさらされているわけですねもともとのオリジナルな会社がいつ法的手段で訴えてくるかはわからない。案の定 アメリカの先行メーカーがこのナベルを特許権侵害ででで訴訴ええてくるわけです。すこののられたのが年ですね。当時の損害賠償請求額というのはナベルの1年間の年商6億円に等しい額6億払ったら1年パーになってしまうわけですからこれ大変なことなわけですけれども一定の,その訴訟手続きの中で 和解に持ち込むことがでできて万円ですかね3年後に4,000万円の和解金で決着がついたということでまあ実質的な損害額は4,000万だったわけですけれどもこの社長さんはいや知財もうちょっと力を入れたら自分のところで他社にライセンスをあげて収益を売ることができるなということでそれが故に多くの出願を手掛けてきてその出願も 消費者お客様の欲しい技術これを開発してそのお客様が買いたいと思っている技術を独占権を構築していくわけですねこれがマーケットニーズと特許ポートフォリオのこのマッチングができているところに戦略を集中させるとお客様がどんどん買ってくれるでも独占権持ってるから他の会社は参入できないとえ結果的には我が社のマーケットシェアが上がっていくわけです。 ライセンスの収入を売ること、それから実質的に我が社のビジネスのマーケットシェアを高めることこれが企業の抱ええるるるる収益を向上させとという課題に対すす。答えとして出て出くるわけです次の絵で説明をしたいのはそもそも収益の向上というのを中小企業の経営者は誰しも思っていると思いますけれども収益の向上ってどうやって実行していくんですかということを 分かりやすすく説明したいです収益改善のためには3つつのの要素があります一は固定費の削減この固定費の削減というところにも固定費というと工場の中の設備とかありますのでここをうまく改良したりメンテをしたりいろいろしていくとそのコストが下がっていくわけですねここにも改良技術の入る余地があります。それれから変動費の削減これは 変動費ですから人件費だとか原料を買ってきたりその生産量に応じてコストが変わってくる変動費これも知財の力があるんですね。我が社がある原料を買おうと思った時にその原料メーカーが我が社に売ってくる原料はちゃんと知財で保護されてるんですかあるいはそういう保護なしで他の競合がいつでも法的なアクションを取ってくるような状況だとしたら 大変な損害が来るわけですので、知財部は、すなわち、購買の人たちにも、この目を向けておかなければいけないということで、変動費の削減も重要な要素です。最後に一番大きいのは、売上高を上げるということで、これは販売数量を上げるか、販売単価を上げるわけですけれども、販売数量を増やすということは、マーケットシェアを高めていくわけですね。先ほどお話をしたように、 おお客様が買いたいといたととうころに独占権を持っておくポートフォリオを構築するお客様が別にいらないですよというところにたくさんポートフォリオを持っている企業もあるんですねこれはマーケットシェアには影響しませんですから資材を獲得して自らのマーケットシェアに向上したいという場合にはマーケットニーズと我が社の持っているポートフォリオのマッチングを考えていかなければいけないとそれによってこの収益が上がっていくわけですが。 市場ニーズの分析と知財による独占ですねここは他のものも全部知財影響するんですけれども特にそもそも知財は独占排他権というものですのでマーケットシェアとの関係で整理をしてそれを意識した戦略を進めていかなければいけないというようなことですそういうふうにしてこの収益を向上するわけですけれども次の課題として中小企業の 下請けからの脱却というテーマがありましたけれども下請けからの脱却ってどうやっていくのかなということで考えますと一つ,つは今までと同じビジネスだけれどもお客様を増やすとこれは新規顧客を増やすという考え方ですねもう一つは今までとは違うビジネスをやるすなわち新規ビジネスをここで始めていくと 先ほどのナベルが1979年にケーラン事業に参入をしましたけれどもその前はマイコンであるとか電気系統のビジネスをやっていた会社がケーランという分野に入ってくるこれはまさしく新規ビジネスを始めたわけですけれどもこれによって今までのお客様とは別の路線を選ぶことができますので新規ビジネスをすることによって下請けからの脱却ということが図れるルートもあります。 一方でビジネスはそのままなんだけれども新しい顧客をつかんでいくんだという新規顧客の開拓というのも今まで下請けに依存をしていたものを自分たちで新しいお客様をつかんでいきますので下請けからの脱却につながるわけですけれどもその際には新しいセールスポイントが必要です。今まで 親会社から言われていることをそのままやっていたのでは新規顧客を開拓できませんその新規顧客も普通の小さな顧客でなくってある適当なサイズの有料新規顧客を開拓していかなければいけないわけですけれどもそのためには昨今でいう IoT だとか AI であるとか ICT であるとか自分のやっていたビジネスの中にいろいろと新しい要素を盛り込んで この要素を盛り込んだことによって新しいサービスを提供できるそのためにそれが必要な新規顧客が入ってきてくれるというようなところでこれも実は AI IoT 等を使った新しいビジネスのやり方というと大いに知財が関係してくるわけですね新規ビジネスは当然新しいビジネスを始めるわけですから先ほどのナベルの 特許出願がたくさん出てきたと同じように知財をしっかりやっていかなければいけないということで下請けからの脱却に知財が重要な役割を果たすというのがこののケースのお話です別の事例でいきますとある工務店さん工務店は新しい家を新築するあるいはリフォームするこういった時に どういうコンセプトでどういう設計図でいくらかかってという提案をしていくわけですけれども従来はその建物の設計と見積もりこれをもって営業活動をしていたわけですけれどもそこに新しく重要な要素お客様にとって重要な要素それはここに書いてある住宅ローンであるとか資金計画であるとかあるいは建物だけでなくってその周りの デザインだとかレイアウトだとか全体をうまくコーディネートしてその中で資金計画まで伝えてあげる今まで自分たちはそんなことまではやってこなかった住宅ローンはローン会社それをまとめて自分たちのパッケージとして提供することによってお客様はあやっぱりこっちの方が安心してお願いできるねということになるわけですねそのためにはそうしたビジネスプロセスの新しい知財が必要になってきます 特にそれらを全部手作業でやっていたのでは人件費がかかってしまいますのでこれも ICT とか IT を駆使しながらお客様に喜んでいただけるようなトータルパッケージを設計して提供していくこれも知財にととっててて重要な活動の例とししし考えてよろしいでしょうともう一つ下請けからの脱却で重要な点ですけれども意図的に設備投資資金投資をしていかなければいけない。 まず社長はは社社社内内ででっきりと社内宣言コミットトメンすするんですね社長がコミットメントすると社長も意地がありますからそう簡単に下げることはできなくなりますけれども自分を大いにこう縛ってもらわなければ困りますよね。で同時に今まで投資していたものを新しいところにドンと意図的に投資するわけですからその決断は 大変なリスクも伴うし社員全員全がその新しいい分野に動いてくれれなければいけないわけです知財で考えるとやはりナベルの例になりますけれども経卵業界に参入して毎年20件特許出願するということは年間でも何千万10年間であるいは30年やったとしても何億かかかるわけですね。 そういう新規事業に意図的にお金を投資しないと新規事業の立ち上げはできませんよというふうにこれは言われてますので意図的に配分するとは経営資源を配分する優先順位を変えることであって大いに知財分野への投資も意図的にやってもらわなければいけないということで中途半端な投資の仕方ではそう簡単にはいかないでしょうと。 下請けの脱却という点ではいろんな要素ありますけれどもその中で先ほどトータルのパッケージの中で AI とか IoT っていうお話しましたけれどもまさしく世の中は AI IoT の時代ににすすでに突入しています中小企業でも AI まではやってないけれども IoT を導入したっていう企業はものすごく多いです。IoT というのは要するに今まで得ていた情報をセンサーでもらうということなんですね。 例えば温度だとか速度だとかこんなのはもう当然センサーは出来上がっているわけですけれども人がどう思っているかという感情をセンサーとして数値でもらいたいとなればその感情測定のセンサーが必要になるわけですけれどもそういうセンサーをあらゆる機械あらゆる生き物人運転の状態こういったものにも全部つなげていくことによって今まで人件費をかけて大変な時間をかけてやっていたことが 即時時その時点でデータを得ることができるこれは 4G から 5G に変わった段階で通信速度が格段に向上しているわけですのでぜひ中小企業も IoT を導入をいち早く加えてあまりにも多くのデータが集まってきたらこれは AI による処理が必要になるわけですね。まあ最初は IoT からがいいと思いますけれども IoT で特許情報検索をしてみたら分かると思いますけれども。 かなり多くの分野で新しいビジネスモデルの出願がなされています早く出願をしないと独占されてしまう入る余地がなくなってしまうというのが昨今の状況かと思いますので、はい、IoT AI を組み込んだビジネスモデルの知財化は早い者勝ちの様相を呈しています、はい、中小企業だから難しいということは全くないと思いますので 一例でここに本を紹介しますけれども中小企業のののため IoT AI とと教科書いいいう非常に分かりやすす本が出ています主に内容は IoT の事例が多いんですけれども多くの事例を含めて皆さんの会社で参考となる新しいビジネスの仕方というのが書いてありますのでぜひ読んでいただくとよろしいかと思います別の中小企業が抱える経営課題として事業承継という問題がありますけれども。 事業承継というのは一つ,つは知財権の承継と次は人とか経営権の承継三つ目は資産とか株式の承継ということで知財権の承継の中でも登録されている知財権もあれば登録の対象ではないような知財もありますこういったものを日頃のうちから登録すべきものはきちっと登録をして整理をしておく登録せずにノウハウとして秘密保持をするものも それとして整理をしておくとこれをしておかないとなかなか事業承継の時にスムーズな手続きに入れないわけですね目に見えないものあるいは登録してあっても次なる準備が必要なものは何かと申しますと金額に置き換えることです知財権あるいはノウハウ等はブランドも含めてですけれども金額に置き換える作業というのはこれ大変な作業なんですねバリュエーションという世界があって コストアプローチマーケットアプローチインカムアプローチといろんなその手法が提案されていますけれどもこれらの提案も利用しながら同時にマーケットでの価値お客様からの価値こういった目に見えない価値も入れながら自ら持っていきなり承継しようと思ってそれらを全部準備するというのはこれは至難の業になるわけです。 資材権の承継今ここをお話をしてしまったと思いますけれども金額に算定するのが難しいケースがたくさんありますので日頃からの準備が必要ですよということです。人や経営の承継ですねこれは経営者の頭の中に一番多くのノウハウが入っていて取締役会で最終決定をするのはおそらく代表取締役でしょう。そののの代表取締役の持っっていいる知識経験アアイディア創造力こういったものを いいかかにににスムーーーズに次の人にハンドオーバーしていくかとなるとこれも日頃から経営トップの人が持っているノウハウこの可視化をしておかなければいけないわけですね。みんなに可視化するという意味ではなくって必要な時に必要な人に可視化できる準備をしておくということです。 それからもう一つは資産や株式の承継ということですけれどもこれは財務管理としてしっかりとした管理がなされていれば整理はできているんだと思いますけれども運用している資産他社の株式こういったものが今いくらになるのか譲渡する時にいくらになるのかこれも大変なことでここはもう弁護士さんを入れて一定のデューデリジェンスのもとで 必要なななな手続きをしておかけければいいいいとととうことになると思います事業承継しっかりできないと最終的に M&A で買収されて売り放されてしまうということになっては困るわけですから我が社のやっと立ち上げたビジネスをしっかりと成長させていくことの重要性というのが事業承継の準備ととといいうことになると思いますそれから新型コロナウイルス感染症対策に伴う ICT を活用したというところですけれどもこれは 今大災害が起こると川の氾濫をどういうふうにして被害を最小限にしようかそのためには技術新しいサービスボランティアの在り方みんな新しいものが必要になるわけですね。コロナ等のウイルスにについいても新しいワクチンが必要になる今大手製薬いろんなところが世界中でその開発に取り組んでいるわけでしてこれはまさしく知的財産を新たに作っていく領域なんですね。 教育の分野ではオンラインでの授業をどんどん進めるような方向になっていますけれども今まで我々はオンラインでの授業というのは十分に行ってきませんでした世界では MOOC とかいろんな新しい手段でグローバルな国境を越えた教育のシステムが動いていますけれども日本はどうしても対面での授業というのが多かったと思いますここに来て新しいビジネスモデルが必要になってきておりますので 必要な機材というのが出てきますよくテレビに最近出ますけれどもフェイスシールドとかマスクとかついたてとか誰がこういうのを作っているのとなると大手企業がやっているわけではなくって中小企業がそうした社会問題の解決のためにいち早く新しいビジネスとして立ち上げていて今までやったことのない製品サービスの場合には新しい知恵が必要になりますのでいろんな苦労をしながらそうした最近起こった 課題に対対すするる応をしていいんだと思います今日は中小企業が抱える経営課題の7項目全てをお話しすることはできませんでしたのでそのほか今日できなかったことは 資金繰りへの対応について知財がどう影響するのかとかですねもしくは AIIoT も本の紹介をしましたけれども AIIoT を使って中小企業は一体何をやっているかという事例とかまあそのうち時間をしっかりと整理をしてお話しする機会があったらもうちょっと突っ込んだ事例の説明もできるかと思います世の中には実はは実事例はたくさんあふれています。 探せば必ず出てきますのでそういう意味では我々も既に探してありますけれども皆さんの方でも必要に応じて自分たちの経営課題解決のためにどこの会社がどういうことをやってるかなということは手手に汗をかかいいてて調べてみるのも一つのもつと思います今日のまとめですけれども中小企業が抱える経営課題に対して知財活動がどのように関与しているかという点を意識して整理をして理解をすると知財活動って 我々の経営課題に全く関係ないわけじゃなくって役に立つんだねというような意識が出てくると思いますのでぜひそんな整理をした上で資材人材育成に取り掛かっていただくとよいかということでお話をさせていただきましたごご清聴ありがとうございました。